2キロか。さあ、ハリウッド You can do it。 今日はつながったマイク、命を持ったミキサー、そいつらを実際に動かしてみる。今このミキサーには電源が入っているが、もう一つマイクに電源が入っていない。そこでだ、今日はこのマイクに電源を送る。見てくれ、この間挿したキャノンケーブル、ここが電源が入っていない。なのでこいつをオン。これでこのマイクが命を持った。今二つの命が生まれた。さあ、この間説明したこの細かいマイクの拾ってる音を調整する部分、今回はその A、 この辺りを使う。2つのポイントがある。1つが大元の音量を調整するつまみ、そしてもう1つが細かい音を調整するつまみだ。基本はまず大きい方のつまみを調整する。ヘッドホンをつけて、そしてここの赤い銃、これを基本にボリュームを上げていく。マイクがどれくらいの細かい音を拾えるか、それがこれで決まっていくんだ。そしてさらに細かい調整をこのメモリでしていく。左へ曲げていけばいくほど小さな音も拾える。あまりひねりすぎるとキーンっていうやつが君の耳をつんざいてしまう。気をつけるんだ。今日はこの辺にしておこう。これで今ここで拾っている声が君たちのヘッドホンに流れている。ハリウッド、You can do it。 立ちつてと何ぬねのハリウッド、You can do it。 さあ、命を持った音声たち、今日はいよいよ拾ってる音をこのカメラに収録する。その接続を説明しよう。今度はミキサーの反対側、ここから音が出る。今回は A を使ってる。なのでこの A、 このプラグから音を拾っていく。今回はちょっと穴ぼこの関係で変更プラグを挿す。なんか見えますよ。一つみんなに注意してもらいたい非常に大事なことがあるんだ。このマイク、実は 12V と 48V、 2つのマイクがある。まあ電圧の関係なんだが、注意してほしいのはこいつとこいつとこいつ、つまりマイクとミキサーとカメラ、こいつらが 12V だったら 12V、 48V だったら 48V、 統一していなければならない。なぜなら間違えてしまうと電圧の関係でマイクが壊れてしまう、お釈迦になってしまうってことなんだ。だから絶対に、すいません、これ 12V ですか、あ、これは違いますね、困るんですよ、それだとちょっと48だとちょっとで壊れちゃうんですよ、っていう感じで注意しなければならない。さて、いよいよこのカメラに音を差し込む。今回使用しているカメラは2チャンネル、1チャンネルに入っているものがこのカメラのマイク。今回は2チャンネルを俺たちの撮る音にする。そしてカメラのレベルはここで、音量レベル 12V 調整する。これでいつでも君たちの撮る音がミキサーを経由してバッチリな音でこのカメラに収まるんだ。さあ、始めよう。ハリウッド、 You can do it。